はようございます。ガンデムさん、おはようございます。おはようございます。今日から、皆さん7月です。リエさん、おはようございます。今日から7月です。今日はちょっと、曇って少し雨気味ですが、関西の方では大雨が降ると聞いてます。はい、もうこさん、おはようございます。まゆちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は雨なので、ここの公園は、その屋根がありまして、たいさん、おはようございます。サミアさん、おはようございます。この公園はですね、雨の時はとても便利な公園で、よく来ますが、今日は雨、まあ今降ってませんが、雨が降る可能性があるので、もしここに来て放送中雨が降ってくれば、あそこの屋根のあるところに行くことができます。そういう意味で非常に、降ってきました。話してる途中にも降ってきましたね。ちょうど話をしたら降ってきたという。では屋根のところに戻りましょう。ミネストさん、おはようございます。電動ガムさん、こっちは雨です。そうですか。降ってきましたね。早速戻ります。残念ですが、ここから放送しなければなりません。彦さん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。ここちょっと響きますね。屋根があるので声がちょっと響きます。こっちの方がいいのかな。なるべく響かないところで。これくれさん、これくにさん、おはようございます。はい、今日から7月です。下半期といいましょうか、1年の半分が今日から始まります。そして皆さん、桐山さん、おはようございます。7月8月、今日から7月ですが、7月8月は日本では偶像崇拝の多い時なんです。7月は、まあ、夏祭りがあるでしょう。ごめんなさい、ニコ生映ってなかった。すみませんでした、ニコ生映ってなかった。8月はお盆や、終戦記念日、終戦の日、それから原爆の日があります。その時に多くの人は、当然のこととして黙祷するでしょう。私は、黙祷は、神様に対する祈りではなくて、黙祷は死者に対する祈りだから良くないということを、毎年毎年。電波悪いですか、ごめんなさい。花さん、おはようございます。メロディーさん、おはようございます。電波悪い、申し訳ないです。リエさん、どうして電波が悪いんでしょうかね。そういうわけで7月8月というのは、まあ、霊的戦いが激しいです、ね、霊的戦いが激しいです。ですからそういう意味で私たちは、その7月8月ということの中で、そのような気持ちが必要です。つまり私たちは霊的戦いを意識してするべきだということですね。霊的戦いを意識するべきだ。私たちは神の兵士です。神の兵士です。ですから私たちは、その以前は霊的戦いで悪魔の味方をしていたんです。知らず知らず、意識してなくて、無意識で、まあ、騙されてというか、騙されて、悪魔の味方をしていたんです。
しかし私たちは分かったんです、悪魔の味方をしていることが分かって、そして私たちは悔い改めました。悔い改めるというのはどういうことですか？いろんな意味があります。一つはですね、悪魔の側から神の側に移る、悪魔の側から神の側に移る、それがですね悔い改めの一つの意味です。ですから私たちは、もはや悪魔の味方をしないでイエス様の味方をします。イエス様が私たちのためにその立場を変えてくれたんです、その自由に立場が変われるわけではありません。私たちが悪魔の側から神の側、リュウビさんおはようございます。電波悪いですか？ごめんなさい、ちょっと電波のいいところあるか探しましょう。私たちが悪魔の側から神の側に移るためには罪が許されなければなりません。罪が許されてこそ、罪が許されてこそ神の側になることができます。ですから私たちは、私たちは、自分の立場というものをしっかり理解しなければいけません。クリスチャンでありながら、その悪魔の味方をするならば、それはございます、クリスチャンのでありながら悪魔の味方をしてしまうならば、それは、良くないことです。クリスチャンなら自分の立場というものをしっかり理解して、私は悪魔の立場ではないんだ、私は神の立場なんだ、ウニさんハレリア、神の側なんだ、神様の味方をしなければならない、そのことを理解しなければいけません。リュウフさん、今日は母の命日なんだ。そうですか、そうですね、お母さんのことを、思い出して、そうですね、イエス様に、祈ることが大事だと思います。はい、ヒットさん、それで私たちはですね、神の兵士として、イエス様の兵士として歩んでます。で、今日のテーマはですね、神の組織、神様の組織ということですが、皆さん、会社には会社の組織があります。軍隊には軍隊の組織があります。家庭もある意味では組織と言えるでしょう。社会っていうのはいろんな組織があります。そして、悪魔の組織というのもあります。ヤクザの組織もあります。組織っていうとなんかね、組織っていうとなんかこうヤクザの組織みたいなのちょっと連想して、あまりいい言葉じゃない感じもします。でもその分かりやすい、逆に分かりやすく組織という言葉を使いましたけど、私たちは、神様の組織に入ったんです。どういうことでしょうか？組織とは何でしょうか？会社にはですね、会社の目的があります。多くの会社は、お金が目的ですね。お金だけではないかもしれませんが、利益追求ということで、会社の目的は利益追求です。もちろんその仕事の内容も目的かもしれません。家庭の目的は、家庭を作って子供を養うとか、家族として何かをする、家族として何かの目的を持つというのが、家族ではないでしょうか。国は国の目的があります。国はその国の繁栄と言いましょうか、漠然としてますが、その国の国民のための、国民を守るための
組織とも言えるかもしれません。タイさん、今年はお盆の父の法事を拒否します。アメン。そして皆さん、神の組織、神の組織があります。まあ、神の国と言ったらいいでしょうか。私たちは悪魔の国から出て、ごめんなさいね、ちょっと電波が悪い。どうしたらいいんでしょうかね。ちょっと動いてみましょうね。電波が良くなるところがあるかもしれません。神の国は、神の国は組織です。そしてそれは目に見えない国です。アメリカや日本や中国は目に見える国です。領土があります。そしてその、目に見える組織になっていますが、神の国はですね、神の国はある意味では見えません。見えない国です。しかし見える部分があります、ね、見える部分があります。それは、まあ、教会であり、またクリスチャンの、組織ですね。クリスチャンの組織、それはですね、神の国のある部分です。私たちは、教会に属して、教会に属してですね、神の、組織に、属しています。そして、神の組織というのは目的があります。目的があります。それは神の国の目的です。それは神の御心です。ジデオンさん、日本に大雨が多いのは霊的に意味があるのでしょうか。私は、まあ、聖霊の雨ですね、聖霊の雨の予言的な意味だと信じます。はい、リュービーさん。それでですね、私たちは、例えば会社であろうと、まあ、国であろうと、まあ、協力してその目的を求めます。協力する方が目的が達成しやすいわけです。もし協力しなければ会社ももちろんうまくいかないでしょう。あ、ごめんなさい、ちょっとおかしいですね。協力しなければですね、協力しなければいろんなことができないでしょう。いろんな目的を達成できないと思います。協力してこそいろんなことができるのではないでしょうか。神の国もそうですね、神の国も、協力してこそいろんなことができるわけです。そして、私たちは、まあ、イエス様が愛し合いなさいと言いました、ね。愛し合うというのはまさに、協力にもなるわけです。世の中の組織の問題点は、世の中の組織は組織の目的があっても結局それは、個人の、利益になりません。多くの組織は、結局は個人を利用し、その組織優先になってしまいます。神の組織はそうではありません。神の組織というのは、まあ、国民、神の国民と言ったらいいでしょうか。神の国民が目的なんです。ですから、組織の目的と神の国民の目的が、バラバラではありません。皆さん、ブラック企業というのはですね、ブラック企業というのは、企業が優先して、あ、電波がちょっと悪くなっちゃいましたね。電波が逆に悪くなっちゃったでしょうかね。はい、くるくるですか、ごめんなさい。今日はちょっと電波調子悪いですね。いやで、月曜日は調子悪いのかな。
ちょっと今日は非常に安定が悪いです。ごめんなさい。日によって全然違うんですね、日によって全然電波が違います。申し訳ないです。今日は調子悪い、調子がいい日と悪い日があります。すいません、今日はどこに行ってもダメみたいですね。はい、たくさん使う人がいるとですね、ちょうど今の時間はね、多くの人がその Wi-Fi を使う時ではないかと思うんです。ですから意外と、まあ、混雑してる、まあ、電波が混んでるということでしょうかね、電波が混んでいてなかなかちょっと電波がうまくいきません。どうしましょうかね。はい、すいません、ちょっと電波がうまくいきません。申し訳ないです。今ちょっと止まっちゃってるかもしれませんね、止まっちゃってるかもしれませんが、はい、まあ5時ねさん、5時って分かりますか。今私たちは 4G のあのインターネットを使ってますけど、5G のインターネットが、そのうちできるかもしれません。そしたらばですね、こういう電波の問題もちょっと解消されるかもしれませんが、それいつでしょうかね。早く来てほしいと思います。まあその 5G の設備を作んなきゃいけませんから、それはなかなか難しいと思います。かなりあれですかね、電波今弱くてほとんど聞こえてないでしょうか。ごめんなさい、すいません、もうほとんどうまくいってないでしょうかね。申し訳ありません。今電波がほとんど切れてるかもしれません。もし、切れていたら申し訳ありません。はい、ちょっと待ってください。私の方が問題があるのかな。ちょっと待ってくださいね。これは問題ない。ちょっと座りましょう。よいしょ。はい、電波がかなり悪くてですね、ちょっと聞こえてるかどうか分かりませんが、でも一応まあ仕方ないのでこのまま話を続けますが、そういうわけで、多くの、まあ、ブラック企業は、その人をまあ使い捨てにして会社のために人をこき、その使い捨てにします。それがまあ悪魔の国と言ったらいいでしょうか。悪魔の国というのは人間の幸せを考えているのではなく、組織のことを優先して組織のために人間を使い捨てにする、まあ、それがですね、悪魔の国と言えるでしょう。ですから多くの会社、ね、多くの会社は余計悪くなってきたから、余計電波がちょっと悪くなってきたかもしれませんね。申し訳ありません。ちょっと、どうしましょうか、全然電波が悪くなっちゃったかな。すいません。ちょっと電波が全然繋がんなくなっちゃったかな。はい、申し訳ありません。今電波がすごく悪くなってるんでしょうかね。
電波障害が起きてるかもしれません。もし、まあ電波障害が起きてるならば申し訳ありません。そういうわけですから、日本の多くの会社はそういう組織のための組織、人間のための組織ではありません。しかし神の国は、その神様の国に属している人のための、国とも言えるでしょう。そういうわけで、私たちは神の国に属する者として、神の国民として、その意識を高めなければなりません。私たちは神の国の目的をしっかり理解して、私たちは、その協力して、兄弟姉妹が協力して神の国を求めます。イエス様おっしゃいました。まず第一に神の国とその義を求めよ、神の国とその義を求めよと、おっしゃいました。それは本当に神の国を優先しなさい、神の国を優先しなさいということではないでしょうか。はい、くるくるで申し訳ありません。今日はちょっと調子が悪すぎますね。どうしたらいいでしょうかね。はい、調子が悪すぎて、電波がちょっと悪すぎます。申し訳ありません。日によってね、ちょっと違うということで、本当に申し訳ありません。ですから皆さん、この放送もある意味ではですね、クリスチャンが集まって一緒に学び、一緒に伝道しているという意味では神の組織の一つと言えるでしょう。ですから皆さんが放送に来てくださって一緒に神の仕事をしている、一緒に協力しているということはあります。ですから本当に感謝します。皆さんが、放送に来てくださって一緒に学んで、神様の御心を学んで、神の御言葉を学んで、そしてそれを皆さんは個人的に実行し、そして祈って、祈りは大きな、働きです。祈りによって神様が働いてくださいます。ですから私たちは、一緒に学んで、一緒にですね、思いを強めて、そして個人的に、神の教えを実行し、また祈ります。私たちは、祈って、神の仕事をします。世の中の人たちはですね、そういう神の仕事ということを知らないでしょう。神の国のことを知らないでしょう。神の国の目的を知らないと思います。イスラム教はですね、宗教の一つというふうに思われているかもしれません。しかし、私たちからすると、その似てる部分があります、イスラム教とキリスト教似てる部分があります、一神教であるとか、偶像崇拝がダメだとか、礼拝するとか祈りをするとか似てる部分があります。しかし、私たちはですね、イスラム教は、そのもちろんイエス・キリストを信じる 宗教ではありません。イスラム教は、やはり組織になっていますね。モスクで集まって、モスクで礼拝します。そしてコーランを学びます。キリスト教ととても似ていますが、内容が全く違うわけですね。内容が全く違います。キリスト教はですね、
まあ、なんと言ったらいいんでしょうかね、昨日、まあ偽善者の話をちょっとしましたけど、まさに、偽善的なものだと思います。律法学者、パリサイ人的です、ね、つまり外側は宗教的かもしれない、外側は宗教的かもしれないけれども、心の中は欲とそれから放縦と何でした強奪と放縦という、そのところをですね、多くの人は、見抜くことはできません。仏教も同じです。ヒンズー教も同じです。神の組織のように見えて、それは、神の組織の、まあ、なんていうんでしょうか、真似と言いましょうか、悪魔がですね、悪魔が人間を騙すために、その似たモデルを作ってると言えるかもしれません。キリスト教のいろんな、異端があります、ね、キリスト教の異端もあります。それももっと、似ています。もっとキリスト教に似ていますが、しかし、それは、神様のその正しい教えを広めてないという意味では、かえって悪魔に利用されている部分があると思います。ですから教会も気をつけなければですね、教会も、神の御心を行っているのか行ってないのか、神の教えを正しく伝えているか伝えてないのか、そこに大事なポイントがあると思います。電波どうなんでしょうか、今聞こえてるんでしょうか。ちょっと全然電波行ってないかもしれません、くるくる回っちゃってダメかもしれません。申し訳ありません。今日はちょっとですね、申し訳ありません。電波が具合悪くてほとんど、まあ、聞こえてないかもしれません。コメントも全然出てきてません、申し訳ありません、電波がないわけではないけれども、ほとんど、放送できてないような状況かもしれません。それでは申し訳ないです。コメントも読めないので、ファイナルメッセージをします。私たち、イエス・キリストを信じる兄弟姉妹は、私たちは神の組織の、神様の組織の一員だという自覚が必要です。ですからぜひ皆さん、信仰というのは一人で歩むのではなく、兄弟姉妹が集まって、そして、神様の指示の中で歩むことです。聖霊様を持っている方は、その聖霊様に従うということこそ、その神様に指示されて歩むということですね。ですから、聖霊様の導きの中で私たちは、その神様に協力して働くのです。ですから、そうですね、一人一人に、ね、神様とのコミュニケーションがあります。今の時代は一人一人が、まあ、スマホを一台持っているような時代です。それはスマホがあることによって、まあ、コミュニケーションが取れます。それと同じように私たちは祈りを通して、御言葉を通して、神様とコミュニケーションを通して、聖霊様を通して神様とつながります。聖書ではですね、頭であるイエス様と強く結ばれなさいとあります。私たちに大事なことはイエス様と強くつながる、イエス様と強くつながるということがとても大事です。皆さんのデボーションタイム、皆さんの祈り、皆さんのその日々の信仰生活の中で、皆さんは
イエス様と強く強く結ばれて、行ってほしいと思います。それを、まあ、とても、心がけてほしいと思います。日々の生活の中でイエス様とのつながり、イエス様との絆が強くなることによってますますイエス様に用いられると思います。またその神の組織の、神様の組織のその目的、そして、ね、目的、何のために私たちは、その神様は何の目的があるのか、そのことを知らなければ神様のために働くことは難しいと思います。ぜひ皆さん、私たちは、神の国の中で、神様に、のために生きるためには、その神の国の目的を、はっきりと知るべきだと思います。そしてどのようにするのか、どのように私たちが、この神様の栄光を表すのか、神様の、ございますございます、神様のその働きをするのか、まさにこの放送で皆さんが学んでいる通りです。そしてぜひ、協力することが大事です。私はですね、まあ、LTL キリスト教会の牧師ですが、そこには教会は教会の、まあ、働きがあります。LTL キリスト教会の目的は一つは日本のリバイバルですね。日本のリバイバルのために私たちが協力して集会に出たり祈ったりしています。そして LTL キリスト教会は、日本リバイバル同盟という、日本リバイバル同盟 NRA と言います、聖霊派の組織に、入っています。また東京リバイバル、東京リバイバルといって関東地域の、関東地域の聖霊派の組織があります。その東京リバイバルにも入っています。またデビッド・テイラー実行委員会にも入っています。あとですね、そうですね、いくつかの組織に入っておりますが、結局は、その LTL キリスト教会も、いろんな組織と関わっているということですね。ぜひ皆さんは、この放送に、関わっているということは、結局はつながっているということでしょうかね。つながっていて、皆さん自身もイエス様のために、そして、神の国のために、そしてリバイバルのために一緒に協力しているんだということ、その私たちは一緒に同じ目的、イエス・キリストの目的を一緒にやってるんだという意識、それがとても大事だと思います。そしてそれは素晴らしいことです。私たちが愛し合えば愛し合うほど、協力すればするほど、良い働きができると思います。そういうわけで皆さん、私たちは神の組織の一員です。そして神の国の国民です。そしてイエス様の弟子です。一緒に、これからも一緒に歩んでいきましょう。ちょっとコメントが出ないので、ね、一方的になっちゃって困りました。あ、ちょっとまた雨が降ってきましたね。はい、それでは招きをしましょう。ごめんなさい、招きといってもコメントが見えないんですが、今日の放送を聞いて、ああ、私は、神の国の一員だったんだ、これからイエス様のために知られて、兄弟姉妹と一緒に協力して、兄弟姉妹と一緒に協力して一緒にやっていこう、兄弟姉妹と一緒にやっていこうと思う方、アメンと言ってください。アメン、兄弟姉妹と一緒にやっていこう、兄弟姉妹と一緒に信仰でやっていこうと思う方、アメンアメンアメン、アメン。見えませんがね、天の父様、感謝します。
私たちは以前は、知らず知らず悪魔の組織の一員でした。罪を犯すということはまさに悪魔の国の働きです。しかしそれを悔い改めて私たちは、悪いことをやめて、イエス・キリストを信じて神様の組織、神の国の一員となりました。どうぞアーメンといった方々が神の国の国民として、神様の組織の一員として、これからは神様の目的、神の国の目的のために、用いられますように。どうぞ一人一人がその神様の組織の一員という自覚を持って一緒に協力して神の国の目的を求めることができますように。私たちの生活をそれに合わせて、自分のための生活、自分のための人生ではなく、神の国のための目的、神の国のための、生活に作り変えて、一人一人が神の兵士として用いられますように。祈りを持って、神の愛を持って悪魔と戦い、勝利から勝利、人生において、またあらゆることにおいて勝利から勝利の生活、勝利から勝利の人生を送ることができるように、どうぞ彼らを祝福してください。日本を祝福してください。日本を救ってください。日本を救ってください。感謝します。神様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ごめんなさい、今日はなんか電波が弱くて、申し訳ありません。7月1日だからかもしれません、月曜日の朝だからかもしれません。また夜7時にお会いしましょう。ごめんなさい。それじゃあ良い一日を。シャローン、シャローン、シャローン。良い一日を。シャローン、シャローン。